私は2つの祖国を持っている。一つは生まれ育った国、もう一つは私に魂の息吹を吹き込んでくれた国である。この2つの祖国というのは日本と朝鮮、韓国です。この2つの祖国を生きたその方として今日を紹介するのが、こちらに書いてありますようにリー・マサコさんです。リーとなっていますけども、この方は日本のなんと、皇族の出身の方なんです。で、皇族の方で、そして、李王家という、朝鮮の皇太子と結ばれた方なんですね。で、その皇太子が李銀という方で、前々回の映像で紹介した、コジョンのお子さんであるということなんですね。で、この方と、結ばれて、そして、日本と韓国の祖国を持っているというようなことを発した方なんですね。今日はこの李雅子さんについてお話をしていきたいと思います。で、私が今回これに関して、関連してですね、赤坂プリンスホテルの旧館に行ってきました。ここは実はこのお二方が住んだ、旧李王家の、邸宅ということでもあるんですね。で、今は赤坂プリンスクラシックハウスというですね、2016年から名前を変えて、運営をしていますけども、もともとはこのお二方が、東京の、家と東京の邸宅ということで、あったわけなんですね。で、今日そういった映像を、ご覧に入れながらですね、そして、解説を進めていきたいと思います。で、この李雅子さんはこの昭和天皇裕仁親王ですねの妃の候補でもあったと言われるくらいなんですね。で、この方が大磯の別邸、別荘ですね、大磯の別荘で過ごしていた時に朝の朝刊ですね、新聞を見たら、なんと結婚がですね、もう決まっていたというふうに、証言をされているわけです。何も知られてなかったわけですね。しかもその結婚相手がなんと、李王家外国人との結婚だったというわけですね。もともとはですね、外国人と結婚というのは、皇族の中ではですね、禁じられていたんですけども、この時にですね、法律が改正なされて、王皇族との結婚は可能であると、要するに、外国の王皇族との結婚においてはですね、可能だというふうに変わっていたということなんですね。で、彼女はこの当時、14歳という、若さにおいてその現実を、受け止めなければならなかったというわけです。この李雅子さんのお父さんが森政王という方なんですけども、この方にですね、なんで私がこういった結婚を、受け入れなければならないのかと言ったら、これは全てが、お国のためなんだと、あなたはお国のためにこの結婚を受け入れなければならないということで、言葉が返ってきたというわけなんですね。こういった結婚自体がもう何よりもですね、政略結婚であると、皇室と皇室の関係ではなくですね、これはまさにですね、この、朝鮮との関係を友好に見せかけるための一つの、方法でもあったと言われているわけですね。ここにおいて、韓国においてはですね、これは人質だったとも言われているわけなんですね。で、この背景を見ると、李銀という皇太子は伊藤博文のによってですね、ここにこの日本に留学として来させられたと、連れてこられたというふうに表現ができるとは思うんですけども、若くしてですね、日本に来ているということもあって、日本のしきたりやですね、日本のそういった風習というものも、分かっていたんではないかと思うんですね。そういう中において最終的にはですね、日本の皇族とか結婚を、すると、させられるというような経緯になっていくわけです。で、その時に雅子さんはもうこの憤りともですね、悲しみとも言えないですね、熱い涙が込み上げてきたというふうな証言をしているわけなんですね。私の一生においてですね、大嵐のようだったというですね、まさにそうですよね。本当にこの自分の結婚というものが、この当時はですね、自分では決められないと当たり前だと思うんですけども、なんとこの外国の方と
ですね、まあ、結婚をさせられるということなんですね。李王家においてもですね、これは衝撃的な内容だったとは思うんですね、まあ、特に朝鮮においては600年というですね、まあ、今まで歴史を見てきましたけども、まあ、こういったこの血統というものをですね、重視するわけなんですね。うん、まあ、例えばですね、お互いにその結婚相手というものが決まったとしても、まあ、同じこの家系の中の人だったということが分かれば、分からなければならないというぐらいですね、この朝鮮の文化というのの根本というのは何かというと、いかにその血統というものを、まあ、大切にするか、そしてそれをいかに守って、そして、後々ですね、家系を、まあ、維持していくというようなところですよね。まあ、日本というのはどっちかというと、この家だけをですね、まあ、守っていくと、要するに近い親族であったとしても、それはまあ家を守るためのですね、例えばその商家だったら商家ですね、そういったものを守るための結婚であるわけなんですけども、まあ、その朝鮮や韓国の文化というのは血統というものをとても重要視するかと、そしてまあ純血というものをですね、まあ、とても重要視していた、そういった背景があったがゆえに、まあ、外国の人と結婚するということを、まあ、とてもですね、まあ、今は全然違いますけども、まあ、その当時、まあ、ショッキングな内容であったということがあるわけなんです。まあ、彼女はですね、イーマサコさんは、自分はそういった環境であったとしてもですね、両親ですね、お父さんお母さんが、まあ、そのように望んでいるのであればですね、私は努力してみせますというふうに答えたというんですね。でその時から彼女はこの朝鮮式のですね、まあ、髪型に、まあ、変えたというくらいなんですね。そして、そういったこの結婚の準備をしていくなんですけども、まあ、1919年に結婚式が予定されていたんですけども、まあ、突然ですね、このリー・ギンのお父さんであるコジョンが亡くなっていくわけです。でそれに対して、まあ、その状況はですね、まあ、変死事件であったと言われるぐらいなので、まあ、これは毒殺ではないかというような、まあ、そういった噂も流れてくるわけですね。まあ、そういったこの状況の中で、まあ、雅子さんはとてもこの罪悪感を覚えたというわけですね、まあ、日本人としての。それがまあ結婚式が1年延長して、まあ結婚式がなされていくわけなんですけども、まあ、その後にですね、まあ、子供がこの生まれてくるということで、まあ、チンというですね、まあ、お子さんが設けられるわけですね。でこの雅子さんというのはこの結婚前はですね、もう不妊症だったというぐらいにこの診断がなされていたわけなんですけども、実際にはこういったですね、まあ、子供が生まれていったということなんですね。まあ、不妊症であったからこの朝鮮のこの皇太子と結婚させたんではないかというふうなことも言われているわけ。なぜかというと、まあ、子供が生まれない体なので、もう血統というものが途絶えてしまうわけですよね。まあ、そういった背景もあったんではないかとも言われています。まあ、とにかくですね、シンという子供が生まれました。そしてその子供をですね、連れて自分の祖国ですね、朝鮮に帰ってですね、そしてそこで朝鮮式の結婚式を行った後に、このチンですね、お子さんが実はですね、急に亡くなるわけなんですね。まあ、こういったですね、衝撃的なこの内容、まあ、8ヶ月で亡くなっていくということで、この当時ですね、まあ、消化不良だったんだとも言われてはいるんですけども、これもですね、なんとまあ毒殺ではなかったかとも言われてるわけです。で後々この方、まあ、雅子さんにこういった内容背景を聞くとですね、これはまあ毒殺ではなくてですね、まあ、消化不良で亡くなったんだというふうには言ってはいるんですけども、まあ、突然の死であったがゆえに、とても不可思議な内容でもあるわけですね。でその当時彼女が話した内容というのは、罪なき幼い子がですね、どうして死んでいかなければならないのかと、私が日本人であったならばですね、まあ、私がですね、代わりに死んでしまいたいというふうなことを漏らしたということなんですね。まあ、そういった中において一人の子供がここで亡くなっていくということなんですね。でさらに1923年の9月にこの関東大震災ですね、まあ、起こっていくわけなんですけども、まあ、ここでこのデマですね、要するに井戸にたくさんの毒をね入れたというのがデマが起こってですね、これは朝鮮人がそうしたんだと
ということで、まあ、この当時不定先人というですね、この言葉がありました。これは要するに、まあ、差別する言葉として、言われていたんですけども、まあ、私たちの世代においてはですね、なかなかこういったことを聞いたことはないと思うんですけども、まあ、こういったことを言っていたわけですね。まあ、しかもその大震災の後のいろいろなこの現象をこの朝鮮人ですねが起こしたというふうなデマを起こして、たくさんの人が、まあ、亡くなっていったわけですね。まあ、その数が6000人であったんではないかとも言われているわけです。ここからがですね、このお二方にとって大きな、まあ、過酷な試練の連続となっていくんですけども、それがまあ太平洋戦争、日本がですね太平洋戦争にまあ突入しながら敗戦を迎えていくわけなんですけども、このリーギン殿下はですね将校という身分でもあったわけです。ですから将校でありつつも、そして皇族の身分であったわけですね。でその敗戦によって日本はこの GHQ によって、まあ、親戚降下というような指令が出されることによってですね、一般の皇族が、まあ、一般の市民になっていくということで、このリーギン殿下もですね、まあ、在日の、まあ、朝鮮人という身分を、まあ、身分という形になっていくわけです。でさらに半島においてはこの南と北がですね、分断されていくと、これも私の映像、このビデオに収めておりますので参考にしていただきたいと思うんですけども、それについては割愛をして、北と南の韓国動乱が起こり、そしてその後ですね南の政権ということで李承晩政権が誕生します。でこの李承晩政権においては親日派というものを一掃するために、この入国いわゆる李銀もですね、親日派のレッテルが貼られることによって、入国禁止となっていったわけです。彼にとってはですね、私は自分自身は朝鮮人でもなく韓国の人でもなく、そして日本人にかといってですね、日本人にもなりきることができないといういわゆるもう、どっちつかずの生き方しかできないんだということを、漏らしていたというわけですね。そういう中において、一般市民、要するに皇族の立場から離れて、そして生活をしていかなければならないと、支給その生活費の支給も得られないというところで、本人たちがこの自分でその生活費や全てのことを賄わなければならなかったというわけですね。ある話によるとですね、もうお金の使い方やそして信号の分からなかったというくらい、その一般の社会に溶け込むのにかなりの時間が要したということなわけです。こんな中においてですね、この1961年にようやくですね軍事クーデターによって、パク・チョンヒ大統領ですね、パク・チョンヒ大統領の政権が、この交代をしながら、ここにおいてようやく、入国が許可されていくということになります。1963年に56年ぶりにですね、このお二方が韓国の地を踏むということになったんですけども、その前にですねこのリーギン殿下は脳血栓で倒れてしまうわけですね。ですから倒れたその病床に着いたままですね飛行機に乗って、そしてその状態で韓国の地を踏んだというようなところなわけです。その後においても韓国においてこの雅子さんはリーギン殿下に付き添ってですね、看病をしていくわけなんです。1970年に金婚式をですね、迎えながら、そして韓国の地において、新しくこの生活の礎を築こうとしていた矢先だったんですけども、その3日後にですね、リーギン殿下は亡くなってしまうということなわけです。それが1970年ということです。一人残されたイ・マサコさんですけども、韓国の地においてですね残って、そしてなんとこの韓国のこの障害者のために身を捧げていくわけです。障害者の施設や事業を立ち上げながらですね、そして学校を創設しながら生きていったということであります。その当時ですね、まだまだこの日本人に対する朝鮮の王族に嫁いだと言ったとしても、日本人に対する冷たい目がですね注がれていったというわけなんですね。そんな中においても雅子さんは一人でもですね、不幸な人が
救われるようにという一心の思いで、それと同時に日本人として韓国の人に尽くすんだと、その償いの思いを持って生涯歩まれたということであります。1989年にですね、87歳で亡くなっていきます。でそのお墓にはですね、こういったイ・ビンというですね漢字に刻まれているわけなんですけども、このイという意味はですね、美徳であり、そして立派な人であるというような意味が込められて、ですね、このビンというのは哀れというですね、本当にこの茨の人生を歩んでいたというようなことを、この漢字二文字によって表されているんではないかというふうに思われます。日本人として二つの国の狭間に生きて、そしてなおかつその時代背景の翻弄されながら、しかも自分のこの生き方を全うしていくというような生きたこの井伊雅子さんについて解説をいたしました。私も韓国で長い間住んでいましたけども、日本人が韓国で何かを成し遂げようとする、これは本当に大変なことであると感じております。こういった井伊雅子さんが韓国の地で何かを成し遂げようと、そしていろんな苦しい環境においてもですね、最後までそういった意思を貫こうとする、それは韓国で言えば素心という言葉がありますけども、日本語で表すと志みたいなものがなければですね、なかなかここまですることはできなかったというふうに思っております。そういう意味では、幼い時に彼女が抱いたそういった素心、いわゆる志というものがあったんではないかと私は思っております。今日はこの皇族でありながら、そして韓国の皇族に嫁いだこの井伊雅子さんについての解説をいたしました。長い間ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。